どうもナオチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントありがとうございます。先日パルミナの無敵ビルドを紹介したんですけども、攻撃はダブルスペルを使ってたんですよ。でコメントで、異常状態をたくさん入れるともっと強くなるっていうことを教えてもらいました。そうしたところ、スキル構成がこんな感じに変わっております。重要なのが上の5つです。凍結不要アップと炎上不要アップで、悪なき挑戦と異常状態不要ですね。これによって凍結と炎上がものすごく入りやすくなります。で、連続炎症全ですね。でデモンズスペルも入れた方が、効率が良くなるらしいということで、デモンズスペルも入れております。でクラスアビリティですけども、無敵になる、破滅のルーンと、天狼ロッカーで大喝采、これは入れるということと、あと召喚が強くなるように、名役とか、シンクロゲイザーか、ここら辺も入れております。はい。でそれで特技はショートカット、こんな感じにしました。ダブルスペル、ヘルフェニックス、コールドブレイズ、ブレイズウォールですね。凍結と炎上がものすごくかかりやすくなってます。雑魚的で試してみたんですけども結構決まります。で今日は、ラスボスいきますけども、ラスボスに効くかはどうか分かりません。はい。でラスボスを見たくないよっていう人はここから、お戻りください。まあ、とりあえず行ってみましょう。それでは行きましょう。まあ効くかどうかはちょっと分かんないですけども、まあまあ行きましょう。なのでね、炎症時間もそんなに長くないし、やっぱ使い勝手はねこっちの方が良かった。ただこのダブルスペル強いんだけども、炎症時間結構長めで、で消費も激しいんですよ。で雑魚的にはちょっと時間もかかるし、いまいちかなと思ったんですけども、今回教えてもらった凍結と炎上、そしてたまには、雷で麻痺を狙っていくのもいいっぽいね。そういう戦い方をした方が良かったです。で、あとデモンズスペルね。デモンズスペルで、HP 回復すれば、魔法がどんどん打てるんですよ。なのでこの魔法のくるみ、これは、モートレアに使ってあげれば、いいです。自分は HP 回復のアイテムだけでいいので、MP 回復をモートレアに使ってあげて、インフレーションで攻撃してもらう。そうするとすごく早く倒せるようになりますね。やっぱ火力がおかしい。 OK。 でボスに炎上凍結が効いてるかどうかはちょっと怪しいところだね。実際どうなのかちょっと分かりません。 OK。 まあ、とにかく炎上と凍結を狙っていきます。はい、後半戦。HP はまだあるので回復はしなくて OK。 OK。 もう常に炎症している、感じなのでダメージは全く受けません。 MP 回復はモートレアに使ってあげて、自分は HP を犠牲にして魔法を唱えていく。ちょっと待って、強すぎない？ちょっと異常な速度で攻撃していってるんですけども、で HP 回復をして、でまた魔法を唱えていく。まあメインアタッカーはモートレアだね。炎上が入ってればまあまあダメージは与えてるんでしょうけども、
わかりませんちょっとエフェクトがいまいち見えにくいので、炎上凍結入ってるのかな、これ全くわかりませんね。でもまあとりあえず自分は狙っていく、とにかく常に炎上凍結を狙って攻撃していく。危ねえ。で魔法のくるみは自分には使わなくていいので、モートレアに使ってあげる。そうすると火力がむちゃくちゃ出るという感じですね。楽勝。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。パルミナの攻撃方法ですけども、ダブルスペルも十分強いんだけども、異常状態が付与できる炎、氷、雷、それで、途中入れていくとかなりいい感じになります。ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。